売ろうっていう発想になったのは、まあその発想もありましたけど、やっぱりお金も欲しかったんで、あ、まあ、仕事してなかったんで、うん、売っても売ってもお母さんが調達してくるってことですか。あ、そうですね。だからその減らしたい反面、まあ、僕もちょっとそれで楽して稼げるっていうのをちょっと味わってしまったんで、けどやっぱりお母さんがやるとこだけは本当に見れなくなっちゃって、妹と相談してどうしようかってなって、でも通報した僕の中には、やっぱ正直僕もそういうことをやってたんでしょう。ちょっとなんか罪悪感じゃないですけど、うん、自分も捕まるかもしれないです。見れなかったんで、その姿を、それしか選択がなくて、どうやって説明するんですか、警察に。電話で多分説明しました。